あんたの言う通りなんだけどさ、よく考えた方がいいんだろうけど。ねえ、聞いてる？何が起こったんだ？俺今乗ってた電車が脱線して。あんたは立ったまま寝られるのか？ここはさっきのホームだ。どういうこった？俺たちが乗った車両が突然ぶっ飛んで、あの状態でとても無事とは思えねえ。ちょっとどこへ行くのよ？如月、お前もあの電車に乗ってただろ。あれから戻ってきたのか？今から乗るのよ。知らなかった？今から？落ち着いて聞いてくれ。何よ改まって。俺このホーム2回目なんだ。あんた通学で毎日通ってるよね。ついさっきもここにいたんだ。どういう冗談？確か俺はいつもの電車じゃなくて、如月追っかけて区間快速に。俺お前と別れずにいたよな。いつあんたと付き合ったのよ？そういう話じゃねえ。いつにも増しておかしいけど大丈夫？同じ駅だよな。やっぱりおめえらもいるのか。てめえ大型、こんなところで奇遇だな。そのセリフさっきも聞いたぜ。わけわかんねえこと言ってんじゃねえ。ここで決着つけるぞ、こら。さっきあれだけぶん殴ってやったろ。あれもなかったってことになってんのか？なんでそんなに突っかかってくんだ？ニガ校は数だけのチンピラだとか、ほざいたそうじゃねえか。そんなの知らねえよ。けじめをつけにゃならんのよ。ちょっと何やってんの？やめなさいよ。同じ喧嘩2回もしてられっか。それに今はそれどころじゃねえ。なんだこいつ、まさかこのチビおめえの助か？小学生かと思ったぜ。趣味の悪いやつだ。なんだとこら。もっぺん言ってみろよ。あ？やめなさい。またやっちまった。電車来たし、バイバイ。おい待てよ、乗るんじゃねえ。やべえんだって。さっきからほんと変。乗るなっつってんだ、黙って聞け。あっそう、ずいぶんじゃない。私別にあんたのもんじゃないんだけど。付き合ってらんない。ったく、これじゃさっきと同じじゃねえか。
が乗る電車は必ず事故って助からない。どうすれば分かってもらえるんだ。あれ、何乗ってきてんの。あんたの電車これじゃないでしょ。言うこと聞かねえからだろ。わけわかんないよ。喧嘩しに追っかけてきたの。それだ。さっきも同じだった。呆れていったお前を追いかけて。そんなことあったっけ。乗っちまったもんはしょうがない。めちゃくちゃね、あんたは。突っ張りだか知らないけど、野蛮な奴は嫌いよ。そうかよ、嫌いかよ。なんだけどさ、よく考えた方がいいんだろうけど、うん、ねえ、聞いてる？また戻っちまった。